な時間に電話をしちゃって迷惑だったかな。うん、問題ないよ。反響も悪くないって先生も言ってた。でも少し問題が起きてね。今日の公演は午後に延期になっちゃったんだ。サークルのみんなと一緒に移動するからライラ島に着くのは明日になると思う。もしかして今日帰ってきてほしいの？出発する前から今回の公演スケジュールを気にしていたよね。わかった。今日中にライラ島に帰るよ。少し待たせちゃうかもしれないけど、できるだけ早く帰るから。もうすぐリハーサルなんだ。一回切るね。続きはメッセージをくれるかな。うん、ありがとう。君の応援届いたよ。じゃ、また後で。何？いらっしゃい。外は冷えるからどうぞ入って。荷物だけは端に寄せておいたけど、せっかく来てくれたのに散らかっててごめんね。うん、ライラ島行きの最終便に間に合ったんだ。さっきからずっとこっちを見てどうしたの？ああ、もしかしてこの衣装？どうかな？王子様に見える？どうしたの？大丈夫、気持ちは伝わってるよ。どうにかして直してみよう。もう一度元の美しい姿に戻すんだ。台無しにはしたくないな。まずは箱を開けて状態を確認してみようか。
潰れた箇所はそんなに多くないね。この崩れた部分をきれいに取り除いてから残りの部分を切り分けよう。それでいいかな。誕生日のことは話してなかったと思うけど、こんなにお祝いしてくれてありがとう。本当に嬉しいよ。だからこそ君の思いを大切にしたいんだ。残念な思い出にはしたくない。そうだよ。でも間に合ってよかった。ケーキそろそろ切ってもいいかな。わかった。じゃあ少し待っててね。よし、できた。今そっちにケーキを。綺麗だね。気に入ったよ。ありがとう。この星空の下で唱えた願いはきっと叶うだろうね。だって君が僕のために作ってくれた星空だから。言わないよ。でもここで口にしても来年になれば必ず叶うと信じているんだけどね。どうしたの？食べないの？二人で一緒に切ろうか。今夜は君と一緒に過ごせてよかった。君がいるところにはいつだって帰り道がある。道中はサプライズと温かさに満ちているんだ。僕の願いはもう叶っているんだ。来年も君と一緒に素敵な思い出を作りたい。それだけだから。